さあ今週もやってまいりました週刊バイク TV、はい、皆さんいい季節ですよね。いい陽気です、これぐらいだったら一生いいのと思いながらですけど、どん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 バイクに乗って出かけてくださいね、はい、バイクの中で何の人生か、私かも人です。そして皆さんこんにちは、バイクの楽しさ無限大岸田由美です。はい、ということでございまして、はい、ね、先週から我々はどこにいるんですか。ツインリンク茂木に来ております。そうでございますね、はい、ツインリンク茂木で何やったんですか。まずはですね、勝手にツーリングアワードを開催しました。イエーイ。そしてみんなで全日本ロードレース選手権で JSB1000 のトップ6サバイバルの予選も一緒に観戦しました。そうですね、うん、びっくりしますね、あの、なんでしょう、うん、要は勝手にツーリングアワードシートまで来たわけです。そう、途中で一雨あったりなんかもしましたけ ど、うん、勝手にツーリングアワードです。終わり、はい、無事に終わりました。この後だけど我々、うん、ナイトイベントそうですね、なんかいろいろ美味しいものが出たり出なかったり、いや 出たり出たりやお前、出たり出たり出なかったりやったらどうすんねんの大変やから出るんだすって、出るんだすってということで、その出るんだすっての時間までの間に間に合うの、はい、ちょっと時間ある、まあ、そうですね、まあちょっと歴史を感じに行くのもいいのかななんて思ったり、ほまあいろんな歴史ありますけれどもまあ人さんのね、いろんな俺の黒歴史、黒歴史、黒歴史はいろいろ聞いたので、はい、オートバイの歴史を見に行こうか、見に行こうかと、はい、ということで、あそこに行きます、はい、ということでして、はい、歴史を感じるところですか。こちらですね、はい、ホンダコレクションホールにやってまいりました。そういうことなんでございます、はい、またなんで、あの、まあ、私が前にね、こちらで、あ、まあ、ツインリンクモテキで働いてた時に、うん、あの、まあ、そういった関係もあり20周年なんですって今年が急転直下できたねちょっと言葉おかしくなっちゃった。ツインリンクモテキがオープンしてから20周年経った、はい、なのでそれを記念しての、うん、車両とかさまざまな歴史を感じる場所が今回展示があるんですって。ツインリンク茂木にあるホンダコレクションホール、ホンダが世の中に送り出してきた製品が展示されています。現在ツインリンク茂木20周年記念展示、レーシングヒストリーオブラスト20イヤーズと題して、レースシーンから20年を振り返る企画が行われています。現在行われているのは2002年から2007年まで活躍した車両を特集、ホンダコレクションホール坂倉さんの案内で早速見ていきましょう。あやみちゃん2002年いくつですか。2002年はもう中学生ですよ私。あ、そうですか、はい、それぐらいの年です。中学生でした。その頃に始まった世界観がここにあるわけですね。はい、いやでもなんか、うん、なんですか、車もバイクも共にこう展示してある、うん、はい、で、まあ、今回ですね、はい、他社メーカーさんもあのご協力いただきまして、こちらにもあります、あのヤマハさんですとか鈴木さん、はい、あと四輪車ですと、まあ、あのトヨタさんから日産さん、そうですね、はい、あの各社ご協力させていただきまして、うん、はい、あのなかなかの他の他社では見られないような、はいはい、いやでもそのボーダレスなことができるのも、うん、やっぱツインリンクモテキ20周年ということを、うん、そうですね、これでこう例えば、はい、そのレース見たことない人が、はい、こうへーオートバイだね車だねって見るのもなんじゃないですか、うん、そうですね、あのポイントとしてはこういう見方するといいよみたいなのなんかありますか。
この年代にはこんなカテゴリーのこんな車両が活躍していたんだっていうのを、うん、ここの一箇所でこうご覧になれるってなかなかない機会ですので、そういった視点でちょっとご覧になっていただければ非常に楽しめるし勉強になるかと思います。なるほど、はい、ちなみにその、こういう車両があったっていうところで、うん、この中央エリアで、はい、これちょっと よく見といてくださいって何かありますよ、うん、こちらの車両ですね、はい、CBR の 1000WR ですね、はい、まあ、過去にも GP500 なんかで世界も経験されてます伊藤慎選手なんかも、はい、ね、はい、1って入ってます、はい、こちらの活躍した車両なんかもございます。なるほどでございます、はい、まあ、本当に全日本ロードレースで、はい、もう勝ちまくったマシン、勝ちまくった車両ですね、うん、はい、まあ、その当時着ていた、はい、つなぎとともにという形で、はい、なかなかこういった形でのセットでの展示というのは機会がなかなかない、うん、ございませんです、はい、ぜひもう往年のファンの方々はもう水泳の展示内容だと思います。確かにね、はい、でもまあその往年のっていう話ですけど、うん、伊藤慎一選手まだ現役で走ってますから、まだ現役で走ってます、すごいっすよね、うん、我々なんとなくほぼほぼ同級生ターゲットの中で考えると頑張らなあかんなと思いますけどね。そうですね、まあまあそういったような、はい、年齢青春期を、軸に、ものを見ていくと、あ、こんな見たことある、そんなことを感じることができると思います、はい、一つフロアを上がると世界最高峰のレース MotoGP と四輪最高峰フォーミュラ 1F1 の車両が並びます。まず驚くのが、はいはい、この当時はタバコのバナーをつけたバイクがすごく多かった、はい、それは今ないじゃないですか、はい、です。今各国で規制が入っておりまして、うん、そうなんですね、で広告が できないという、はい、はい、ね、C から始まる、そうですね、重きっかり書いてありますからあれですけどキャネル、はいはい、なんですけど本当に何でしょうね、だからみんながそれをこぞってレプリカした時代です。そうですね、あ、要はそのレプリカってことは私たちが真似をしてたんですか、その車両の。そうです、そうです、はい、だからたまに見るんですね、ラッキーストライクとか。そうです。でもこの目の前に今あるこのゼッケン6番車は、玉田誠選手の、はい、マシンです。もう当時、はい、玉田選手と一緒に、うん、そのツーリングバイクで勝負をしようという企画があって、うん、勝負したんですか。そう、番組でしたんですよ。その時もね、黄色いバイクじゃなくていいのって言ったら、いや、この6番車でこれで、ちょちょちょ、そのツーリングバイクでの6番車で僕はやりたい、うん、6番っていうところ、今俺はここにいるんだからっていうところを絶対にこれで譲らない、なるほど、強烈なもう思いがあります。でもすごい素晴らしい選手でしたけど、はい、ね、でそんなこと言ってて、あっちの黄色いバイクで言うとひらがなに何か書いてあるんですよ。みんあれね、ロッシフミ頑張ってって、頑張る、ヨシフミ、ロッシフミ、ロッシフミ、うん、名前ロッシフミでしたっけ。なんでロッシフミなんですか。ノリックの走りをロッシが参考にしてたんですよ、はい、で自分のことをロッシフミと呼んでくれって。なるほど、だから、はい、あそこにロッシフミといろんな名前つけてた、しかも日本語でね。そうなんですよ、なんかいろいろそういったのを聞くと、はい、さまざまなその当時の背景が知れて、当然、あ、私はまあ2004年だからいつだ、中学3年生になるんですけど、はい、まだ見てなかったので、いろいろ情報が知れてすごい面白いです。テニスに明け暮れてました、その時は。なるほどね、はい、でも本当にこうね、なんですかね、オートバイも本当にこの頃が、うん、いわゆるその GP マシンとして、はい、フォーストロークがどん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 進んで、時代の変遷が、はい、ね、同時に F1 では羽がいっぱい生えてきたり、うん、消えていったり、うん、広くなったり、うん、狭くなったり、いろんな動きがあったことです。なるほど、はい、ということは常々にこう進化していってたんですね。そうですね、モータースポーツのところは常々いろんなメーカーが実験場として使って、はい、それをフィードバックする、そういったところの変遷もここでは見えるわけです。現在のレーシングヒストリーオブラスト20イヤーズパート2、2002年から2007年は9月6日までの開催です。その他12月31日までツインリンクモテギ20周年特別展示として、1997年から2016年までの歴史を振り返るパネルや、
ツインリンクモテギで活躍したレーシングマシンの展示を行っております。ツインリンクモテギにお越しの際にはぜひご来場ください。千葉テレスマイルフェスティバル千葉2017週刊バイク TV 特別イベント開催。番組メンバーの真人、平島夏実、岸田亜美の3人登場。7月23日は海浜幕張駅前に集まれ。今回はホンダコレクションホールでツインリンクモテギ開業20周年を振り返っています。せっかくですのでいろいろと見て回りましょう。40代50代の方に一番グッとくるもう一番グッとくる年代層の車両が、ね、あのこちらのところで集約されております。そうでございます、はい、もういわゆる第二次バイクブームの頃です、はい、未だに欲しい欲しい。あのねオートバイって、はい、そのバイクもう言ってしまったら今って考えたらね、うん、その性能としては低い、はい、あこのバイク自体そう今のバイクの方がよっぽど性能が高い、うんうん、スペックも高い燃費もいい、はい、いろんなものが全て上にあんねんけど、うん、違う違う その時代を手に入れたいね俺たちは、うん、その時代背景とともにもうともにですよ。もう一個一個全部思い出ありますね、はい、ちょっと一つじゃ思い出をとか一つ思い出を一つ思い出をどころの騒ぎじゃないですよ。もういっぱい出ちゃうんですね。当たり前ですよ、はい、もうこんなねもう今で考えたらこの CBX400X、うんはい、これなんかすごかったですもんね。これはすごかったですね。これが出た時は本当にあのクラスの一番のその、はい、あの一番スーパースポーツと呼ばれまして、はい、あのレースのそのベース車両の中でも使われてまして、もうかなりの価値をも重ねていった車両ですね。本当にすごいんですよ。こんなコンディションで、はい、これだけ時代を追ってこれだけのマシンが揃ってるって、うん、本当にないですよ。しかも動くんです、はい、動くんですもんね、はい、そうですよ。動いてるところもちょっと見てみたいなと思うんですが、でもちなみにこう、はい、あやみちゃんパッと見て、はい、どのマシンがかっこいい。でもこのCBX の奥にある車両もちょっと気になりますね。お目が高いです、はい、NS ですね。 NS50R、はい、あれなんかすごかったですね、はい、250のくせに価格破壊だったんですよ当時。え、安いってことですか。いいえ、めちゃくちゃ高かったです。ちなみに7半買えるんですよあれ買ったら。この時代っていうのは何がすごいって、うん、試行錯誤の繰り返しで、はい、これがいいと思ったらどんどん突っ込む。なるほど、投資、あの技術投資をね。前のタイヤをちっちゃくしていく、はいはい、後ろのタイヤでっかいまんまとか、はい、ブレーキフロントブレーキかけても、うん、フロントにこうやってボトムしないとか。え、どういうこと。入っていかない。いかない。どうすんの。思うでしょ今から考えるとどうすんのっていうのが、はい、それがいいんだって思われた時代だった。いやちょっと一回乗りたいですね。バカなこと言ってるな、まだ恐ろしいこと言っておりますね、はい、でもね、はい、来るとワクワクします。続いては今年50周年記念の年を迎えながらも8月生産分をもって歴史に幕を閉じるモンキーのコーナーです。どうしても欲しい方はここで、手に入れないともう二度と手に入らない、ね、新車は手に入らないという状態ですけど、はい、またここにもずらりとモンキーの系譜が並んでおりますが、はい、ですね、はい、これ一番古いのはどの子ですか。一番古いのはこちらですね。こちら、ほうほう、はい、あ、ホンダモンキー Z100、はい、まあ、こちらはですね、うん、まあ、の発売するって目的に作られたものではなく、はい、まあ、この弊社のモビリティランドの、はい、事業所でありましたタマテック、うん、でこちらで、まあ、あのお子様向けに、お子様向けの乗り物として最初活躍をしていた車両なんですね。そうですよね。エンブレムとかももちろんもうついてない、本当にシンプルな感じですね。そうですね。でここからどんどんまただけどこう変遷していく、まあ、そうですね、したがってまたハンドルの形状とかも随分変わりますよね。そうですね、はい、ダイヤルついてるんでしょ、そこに。ここですね、根元、根元、はい、はい、これですね、はいはいはい、何ですかそれ。右をひねるとハンドルが上がる。ハンドルが上がる。サスペンションがないって言ってたので、はい、圧を変えるとか。圧を変えるすごいですね。どうでしょう、これ右をひねると冷たい水が出て左をひねると温かいお湯が出るレジャーのためですから、ね、エンジンで温めたらお湯が出るんですよ。それすごいですね、なんかキャンプ場みたいな。いや本当ですよね、はい、すごいですよねって言いながら全然信じてない、うん、信じてない。その通りです、信じなくて結構です、はい、ちなみにじゃあ実際は何なんですか。聞いてみてください、はい、実際ですね、ここを外すとこうちょっとここにこう切り込みが入っておりますので、うん、これがこう畳めるんですね。え、畳める、はい、ってことは、はい、ということは畳んで、はい、車に乗せる。そういうことですね、はい、なるほど。だからバイクを車に積んで、
お外にお散歩に連れて行く、はい、だからレジャーバイクなんですね、はい、面白い。モンキーではありませんが、ホンダを代表するレジャービーグルの展示もあります。ホンダシティとモトコンポがセットで展示されています。懐かしいですよね。ではモンキーコーナーへ戻ります。まあ、いろんな社会的な諸事情があって、はい、ハンドル畳めないようになるほどやっていくわけです、うんうん、はい、で生まれてきたのがモンキーのガリラです、はい、ゴリラですね。グリラ、グリラ、はい、でも本当いろいろありますよね、はい、いいですね、はい、でもちなみにこの中でどれが好きですか。どれです、はい、モトラです。最初から、はい、モトラ、じゃ あのカメラに向かって言っておきましょう。再販希望です。はい。ホンダの広報の方、広報じゃないか。広報じゃないですね、はい、開発の方、またこのような車両も出してください、はい、お願いします。何度も出してるよ。ホンダコレクションホールではデモンストレーション走行、ウィークエンドランを行っています。胴体保存だからできる往年の名車が走る姿を見ることができます。ツインリンクモテギの中にあるホンダコレクションホール、思い出の車両に出会うことができます。展示を見ながら当時の記憶を振り返る、仲間と共に思い出話もできる場所です。ツインリンクモテギにお越しの際はぜひ立ち寄ってみてください。開館時間やウィークエンドランなどのスケジュールはホームページでご確認ください。続いては不安ながらも急遽立ち上がった不定期コーナーです。突然始まったこのコーナー、あやみんがメンテナンスなどの知りたいことをバイクワールド千葉蘇我店で聞いちゃいます。あくまでも不定期コーナーなのでまったりとお付き合いください。初回は初歩の初歩、工具の使い方を調べちゃいます。今回の先生はバイクワールド千葉蘇我店加藤さんです。もともと車載工具、このバイクに積んである車載工具になります、はい、車載工具、まあ、まだちょっといろいろ積んであるんですけど、はい、まあ代表的なところでいうとここら辺かな。これはもうバイクを、うん、はい、まあ、購入したらほぼほぼ、まあ、ほぼほぼついてきます、うん、こういうのがこういう裏とかに、そうですね、この中に入ってたりとか、はい、でまあ、なんで必要かって例えばですけど、はい、このスパナー一つにしても、はい、このハンドルですね、ハンドルの位置を調整したいなっていう時にこれで、そうです、形で調整してとか。工具の説明をしましたが、あやみんの不安はもっと深いようです。私はですね、実は、はい、ネジを回すことすら、はい、できます、できない、できます。まあ僕ちょっと一回やってみますね、はい、ではここをグイッとちょっと緩めて、ちょっと緩めて、ちょっと緩めて、ちょっと緩めると、ここがあれ動くんですね。本当だ、そうです、動いてる。でちょっとまあこういう感じで、まだ元に戻すと、そうですね、最初から縮めして、はい、自分でまたいでみて、はい、あ、いいかなっていうところで止めてる。なるほど。ちなみに、はい、私多分この作業もできません。やってみましょう。いや、やってみますか。やってみましょう。ちょっと早速、はい、これごめんなさい、何でしたっけ、はい、こっちはスパナ、スパナ、スパナ、はい、スパナで、はい、じゃあ早速ここ、こうですか、合わせてもらって、合わせてもらって、ね、クイッと回してもらって、で、その時に、そちらを締めるところですね。締めろ。いっぱいいっぱいなので基本的なことをおさらい。ネジを傷つけないように合ったサイズの工具を使用することが重要。また、錆などで回りにくくなったものは衝撃を与えたり油を差し浸透させてから緩める方法があります。力任せにすると折れたりして取り返しのつかないことになります。ということで今日初めてのメンテナンス講座終わりましたが、はい、今日はネジを中心にこの車載工具を使って行いましたが、はい、じゃあ今日すべてまとめて一言、まとめて一言、格言を、そうですね、バイクは愛情、工具も愛情でございます。ではバイクワールドからのお知らせです。千葉県にはですね、バイク用品がたくさんたくさんあります。その中で、はい、なぜうちを選んでいただかないといけないか、はい、なぜですか、カモさん、はい、ですよ、はい、聞こえましたか、はい、他店対抗にするために値段が安いセールをやらせていただきます、はい、それは期間はまず店頭にて
ご案内しますので、ぜひバイクワールド千葉蘇我店までお待ちしております。ぜひお願いしま す。バイクワールドは全国12店舗ございますので、ぜひお近くのバイクワールドまで立ち寄りくださいませ。いや興奮したわ。真人さんもうずっと喋ってましたからね。もうねふんがふんがや、鼻息ふんふんでした。音楽やっぱりね、はい、その音楽と一緒、うん、そのバイクを見るとその時代に戻るんですよ。あ、懐かしのバイク、懐かしの音楽といった感じですね。そういう感じです、そういう感じです、うん、まあでもね、はい、ああいうバイクたち様々な、うん、実験を繰り返した、はい、挙句ね出来上がってきた今のバイク、うん、こちらです。そうでございます。いやー随分ね、はい、正面から見た顔が全然違いますね。違いますね、うん、まあまああのいわゆるそのレーサーの人たちは もちろんヘッドライトとかもないですし、はい、ほぼほぼ、うん、ないですね。耐久レーサー別として、はい、ね、そこから生まれてきたテクノロジーがここまでになるとは多分あの当時の人は思ってないですよ。でもやっぱりその今までの積み重ねが全部入ってきてるわけですもんね。そうです。今から乗るんですか。でもね今日はもうレースもやってますから、はい、コース使えないですよ。さすがにな、そこに割って入って、はい、すいませんすいません、ちょっとだけ乗ってくる。ないですよ、いろんなタイムスケジュールありますから。わかる、もうあゆみちゃんとは無限大って言ったら入れてくれるかもしれない。そんな魔法の言葉はないの でツーリングに行こうと。あ、そういうことですね、うん、じゃ あのこの2台のバイクを使って来週はこの周辺をツーリングする、うん、そうなんです。ツーリングができるかできないかは重要でしょ。そうですね、はい、もちろんあと高速道路もどんな感じかちょっと気になりますね、やっぱり、ね、なるほど、わかりました、はい、ということをさまざまに、来週は試してみたいと思います、はい、ということで、今週の週刊バイク TV この辺りでお別れ、はい、皆さんまた来週、バイバイ。ここでインフォメーションです。スズキ V ストロームシリーズがモデルチェンジされました。今回のモデルチェンジでは V ストロームシリーズ共通のイメージデザインを採用、装備を充実させ、スポーツアドベンチャーツアラーとして一段と磨きがかけられました。 V ストローム650、650XT は5月30日から、 V ストローム1000、1000XT は6月26日から発売されています。また今回の発表会では東京モーターサイクルショーで注目を集めていた V ストローム250の説明会も行われました。スズキの V ストロームシリーズ注目です。詳しくはスズキホームページをご覧ください。